茶の本岡岡倉天心村役第三章「道教と禅道」「茶と禅との関係は世間周知のことである」「茶の湯は禅の儀式の発達したものであるということはすでに述べたところであるが道教の始祖老子の名もまた茶の遠隔と密接な関係がある」 風俗習慣の起源に関する品の教科書に、客に茶を供するの例は、老子の皇帝官員に始まり、韓国間で、老鉄人に、まず一番の金色の、千役を捧げたと書いてある、道教の都が、都に、この飲料を用いたことを、確証するようないろいろな話の審議をゆっくりと、 戦議するのも価値あることではあるが、それはさておき、ここで誘道教と禅道徒に対する興味は、主として、いわゆる作道として実際に現れている、人生と芸術に関するそれらの思想に損するのである。いかんながら、道教と都禅の教義とに関して、外国語で十分に表されているものは、 今のところ、少しもないように思われる。立派な試みはいくつかあったが、翻訳は常に反逆であって、明朝の一作家の言のごとく、よく言ったところで、ただ、錦の裏を、見るに過ぎぬ。縦横の意図は皆あるが、色彩、衣装の生命は見られない。が、要するに、容易に説明のできるところに、 何の大教義が損しよう。古の聖人は、決してその教えに、系統を立てなかった。彼らは、逆説をもってこれを述べた。というのは、反面の真理を、伝えんことを恐れたからである。彼らの初め語るやグ者のごとく、終わりに聞くものをして剣ならしめた。老子自ら、その、危険な言で言うに、歌詞は、 道を聞きて大いにこれを笑う。笑わざればもって道となすに足らず。と道は文字通りの意味は経路である。それはザ・ウェイ・航路ザ・アブソルート・絶対ザ・ロウ・法則ナイチャー・自然スプリーム・リーズン・知りザ・モード・方式等いろいろに訳されている。 こういう役も誤りではない。というのは、道教徒のこの言葉の用法は、問題にしている話題遺憾によって異なっているから、老首自ら、これについて次のように言っている。物あり混成し、天地に先立ってしょうず。せきたり、りょうたり、独立して改めず。就校して危うからず。も 天下の母となすべし。我その名を知らず。これをあざなして道という。強いてこれが名をなして大という。大を西といい。西を唐といい。東を藩という。道は経路というよりもむしろ通路にある。宇宙変遷の精神。すなわち新しい形を生み出そうとして。 絶えず巡りくる永遠の成長である道は道郷との愛する象徴流のごとくにすでに帰り雲のごとく巻き来たっては溶け去る道は大水位ともいうことができよう主観的に言えば宇宙の気であってその絶対は相対的なものであるまず第一に記憶すべきは道郷は そのの政党の継承者前導と同じく南方品精神の個人的傾向を表していて儒教という姿で現れている北方品の社会的思想とは対比的に相違があるということである中国はその高額たることヨーロッパに比すべくこれを貫流する二大推計によって分かたれた固有の特質を備えている コースコウガはそれぞれ地中海とバルト海である。幾世紀の統一を経た今日でも南方ナはその思想信仰が北方の同胞と異なること、ラテン民族が中東民族とこれをことにすると同様である。古代交通が今日よりもなお一層困難であった時代、特に封建時代においては、 思想上のこの際は、ことに著しいものであった。一方の美術、詩歌の表す気分は、他方のものと全く異なったものである。老子とそのと、および様子候補とり自然詩人の先駆者、屈原の思想は、同時代北方作家の無趣味な道徳思想とは、全く相入れない一種の理想主義である。老子は、 西暦紀元前4世紀の人である道教思想の方がハロウタ出現の遠い以前に見られる品古代の記録特に液響は老子の思想の先駆を成しているしかし紀元前12世紀秀朝の確立とともに古代品文化は流星その極に達し法律慣習が大いに重んぜられたために 個人的思想の発達は長い間阻止せられていた。州崩壊して無数の独立国起こるに及び初めて自由思想が華やかに咲き誇ることができた。老子総司は共に南方人で進歩の大受賞者であった。一方孔子はその多くの門弟と共に古来の伝統を保守せんと志したものである。 道教を改善とするには多少儒教の心得がいる。この逆も同じである。道教で言う絶対は相対であることはすでに述べたところであるが倫理学においては道教とは社会の法律道徳を罵倒したというのは彼らにとっては聖者善悪は単なる相対的の言葉であったから。 定義は常に制限である一定「普遍」は単に成長停止を表す言葉に「過ぎない」「屈言」「曰く」「成人」は「よく世とともに推移する」我らの道徳的規範は社会の過去の必要から生まれたものであるが社会は依然として球体にとどまるべきものであろうか。 社会の慣習を守るためには、その国に対して、個人を絶えず、犠牲にすることを免れぬ。教育は、その大霊創を続けんがために、一種の無知を奨励する。人は、真に特効ある人たることを教えられずして、行儀正しくせよと教えられる。我らは、恐ろしく自己意識が強いから、不道徳を行う。 己自身が悪いと知っているから、人を決して許さない、他人に真実を語ることを恐れているから、両親を育み、己に真実を語るを恐れて、うぬぼれを避難所にする、世の中そのものがバカバカしいのに、誰が、よく真面目でいられよう。と言い、物々交換の精神は、至る所に現れている。 定説だ。などと言うが、神前の小売りをして越に入っている。販売人を見よ。人はいわゆる宗教さえもあがなうことができる。それは実のところ鷹の知れた倫理学を花や音楽で清めたもの。教会からその付属物を取り去ってみよ。あとに何が残るか。しかしトラストは、 不思議なほど繁盛する。値段が途方もなく安いから天国へ行く切符代のご祈祷も立派な公民の免許状も命名早く脳を隠すがよいもし本当に重宝だと世間へ知れたならばすぐに競売に出されて最高入札者の手に落とされよう男も女も何故にかほど事故を報告したいのか 奴隷制度の昔に起源する一種の本能に過ぎないのではないか。道教思想の有効なところは、その後続いて起こった主樹の運動を支配した。その力にも見られるが、それに劣らず、同時代の思想を切り抜けた、その力に損している。慎重、といえばシナという名も、これに由来しているかの統一時代であるが、 その調を通じて道教は一活動力であった。もし時の余裕があれば道教がその時代の思想家、数学家、法律家、兵法家、神秘家、錬金術家及び後の後半自然詩人らに及ぼした影響を注意してみるのも興味あることであろう。また白馬は白くあるいは仇が故に。 その実在感を疑った実在論者や全文のごとく正常絶対について断論したり口調の正談へも無視することはできぬ中んずく道教が品国民性の形成に寄与したところ恩なること玉のごとしという慎み上品の力を与えた点に対して敬意を表すべきである品歴史は 熱心な同郷信者が、王公も忍者も等しく、彼らの信条の教えに従って、いろいろな興味深い結果をもたらした実例に、満ち満ちている。その物語には、必ず、その持ち前の楽しみもあり、教訓もあろう。逸話、偶然、稽古も豊かにあろう。生きていたことがないから、死んだこともない。 あの愉快な皇帝と求めても言葉を交わすくらいの間柄になりたいものである。別視と共に風に御して弱情無意を味わうこともできよう我ら自ら風であり天にも属せず地にも属せずその中間に従した川上の老人と共に中空にいるものであるから玄関の品に見る。 他かの機械な名ばかりの道教においてさえも他の南道にも見ることのできないたくさんの比喩を楽しむことができるのであるしかしながら道教がアジア人の生活に対して成した主な貢献は美学の領域であった信濃の歴史家は道教のことを常に諸星術と呼んでいる というのは道教は現在を。我ら自身を取り扱うものであるから。我らこそ、神と自然の愛あやうところ。昨日と明日の分かれるところである。現在は移動する無休である。相対性の合法な活動範囲である。相対性は安排を求める。安排は術である。人生のすべは我らの環境に対して。 絶えず安排するるにある道教は浮世をこんなものだと諦めて儒教徒や仏教徒とは異なってこの浮世の中にも美を見出そうと努めている壮大の例え話に三人の巣を味わうものというのがあるが三教義の傾向を実に立派に説明している昔釈迦麦孔子 老子が人生の象徴すがめの前に立って、おのおの指をつけてそれを味わった。実際的な孔子はそれが衰いと知り、ブッダはそれを苦いと呼び、老子はそれを甘いと言った。同居とは主張した。もし誰も彼も皆が統一を保つようにするならば、人生の喜劇は、 なお一層面白くすることができるとものの釣り合いを保って己の地方を失わず他人に譲ることが浮世芝居の成功の秘訣である我々は己の役を立派に務めるためにはその芝居全体を知っていなければならぬ個人を考えるために全体を考えることを忘れてはならないこのことを 老子は虚という得意の隠蔽で説明しているものの真に寛容なところはただ虚にのみ損すると彼は主張した例えば部屋の本質は屋根と壁に囲まれた空虚なところに見出すことができるのであって屋根や壁そのものにはない水差しの役に立つところは 水を注ぎ込むことのできる空所にあって、その形状や製品の遺憾には損しない。巨は、すべてのものを含有するから万能である。虚においてのみ、運動が可能となる。己を虚にして、他を自由に入らすことのできる人は、すべての立場を自由に行動することが、できるようになるであろう。全体は、 常に部分を支配することができるのである。道教とのこういう考え方は剣道相撲の理論に至るまで動作のあらゆる理論に非常な影響を及ぼした。日本の自衛術である柔術はその名を道徳教の中の一句に借りている。柔術では無抵抗すなわち虚によって敵の力を出し尽くそうと努め一方 己の力は最後の奮闘に勝利を得るために保存しておく。芸術においても同一原理の重要なことが暗示の価値によってわかる。何者かを表さずに置くところに見る者はその考えを完成する機会を与えられる。かようにして大傑作は人の心を強く引きつけてついには。 人が実際にその作品の一部分となるように思われる。今日は美的感情の極地までも入って満たせとばかりに、人を待っている。性の術を極めた人は、同教との言うところの死であった。死は生まれると夢の国に入る。ただ死にあたって現実に目覚めようとするように。 斧が身を世に知れず拡散ために、自らの聡明の光を和らげ、世として、浮遊川を渡るが如く、雄として、四輪を恐れるが如く、弦として、それ客の如く、勘として、氷の傘に、都剣とするが如く、とんとして、それ僕の如く、孔として、それ谷の如く、孔として、それ濁るが如し。 死にとって人生の参謀は自およびあえて天下の先とならずということであったさて善に注意を向けてみるとそれは道教の教えを強調していることが分かるであろう善は梵語の善なから出た名であってその意味は常慮である 精進整理することによって、自称両下の極地に達することが、できると禅は主張する。整理は、五道に入ることのできる、六波羅密の一つであって、釈迦武には、その後年の教えにおいて、特に、この方法を力説し、六足を、その皇帝歌唱に伝えたと、禅宗とは格言している。 彼らの言い伝えによれば、禅の始祖歌唱は、その奥義をアナンダに伝え、アナンダから、順次に祖師匠、伝えて、ついに第28祖菩提ルマに、至った。菩提ルマは、6世紀の前半に、ひた品に渡って、品禅宗の第一祖となった。これらの祖師や、その教義の歴史については、 不確実なところが多い。禅を哲学的に見れば、昔の禅学は一方において、長ガ・自由なのインド否定論に似ており、また他方においては、シャンカラー・ジャリの組み立てた、無観感26に似たところがあるように思われる。今日我らの知っている通りの禅の教理は、南方禅、 南方品に勢力があったことからそう言われるの解散品の第6祖絵能637-713が初めて説いたに違いないエノ能の後ほどなくば祖大師788滅これを継いで禅を中国人の生活における一活動勢力に作り上げた馬の弟子百条 719-814は、禅宗僧林を改装し、禅林審議を制定した。バソの時代以後の禅宗の問答を見ると、様子高眼精神の影響を被って、昔のインド理想主義とは際立って違った品固有の、考え方を増していることがわかる。いかほど宗派的精神の誇りが強くて、そうではないといったところで、 南方禅が老子や聖団への教えに似ていることを感じないわけにはいかない道徳教の中にすでに精神集中の重要なことや規則を適当に調節することを述べているこれは禅上に入るに必要かくべからざる要件である道徳教の領注釈のあるものは禅学者によって書かれたものである 禅道は道教と同じく相対を崇拝するものであるある禅師は禅を定義して難点に北極星を知るの実と言っている真理は反対なものを得得することによってのみ達せられるさらに禅道は道教と同じく個性主義を強く衝動した 我ら自らの精神の働きに関係しないものは一切実在ではない。六層へのかつて二層が風に翻る,る。登場の番を見て対論するのを見た。一は曰く旗動くと。一は曰く風動くと。しかし、エノは彼らに説明していった。これ風の動くにあらず。また、 番の動くにもあらずただ彼ら自らの心中のあるものの動くなりと百条が一人の弟子と森の中を歩いていると一匹のウサギが彼らの近寄ったのを知って失踪し去ったなぜウサギはお前から逃げ去ったのかと百条が尋ねると私を恐れてでしょうと答えた 祖師は言った。そうではない、お前に残忍性があるからだ。と、この対話は、道教のと、宗師の話を思い起こさせる。ある日、宗師友とごう寮のほとりに遊んだ。宗師曰く、上御いで遊びて。小をたり。これ魚の楽しむなり。と、そのとも彼に答えて、曰く、死は魚にあらず。 いずくんぞ、魚の楽しきを知らん。と、こわわれにあらず、いずくんぞ、わが魚の楽しきを知らざるを知らん。と宗師は答えた。禅は、正当の仏道の教えと、しばしば相反した。ちょうど、道教が儒教と相反したように、禅門のとの先見的洞察に対しては、言語は、ただ、 思想の妨害となるものであった仏天の荒らん限りの力をもってしても、ただ、個人的思策の注釈に過ぎないのである。全門のとは、自物の内面的精神と直接交通しようと志し、その外面的の付属物は、ただ、真理に到達する阻害とみなした。この絶対を愛する精神こそは、全門の都をして、 古典仏教派の精巧な彩色画よりも墨絵の略画を選ばしめるに至ったのである全学徒の中には偶像や象徴によらないで己の中にブッダを認めようと努めた結果偶像破壊主義者になった者さえある短歌お嬢は大漢の日に器物を取ってこれを焚いたという話がある傍らにいた人は非常に恐れていた なんとまあもったいない。と、和尚は落ち着き払って答えた。わしは仏様を焼いて、お前さんたちのありがたがっている、おしゃりを取るのだ。器物の頭からおしゃりが出てたまるものですか。と、つっけんどんな受け答えに、単価和尚が答えていった。もし、おしゃりの出ない仏様なら、 何ももったいないことはないではないか。そう言って振り向いて、焚き火に体を温めた。禅の東洋思想に対する特殊な寄与は、この現世のことをも、五章のことと、同じように重く認めたことである。禅の主張によれば、呪物の大相対性から見れば、大と小との区別はなく、一原子の中にも、 大宇宙と等しい可能性がある極地を求めんとする者は己自らの生活の中に霊光の繁栄を発見しなければならぬ前輪の組織はこういう見地から非常に意味深いものであった組織を除いて前僧はことごとく前輪の世話に関する何か特別の仕事を課せられたそして妙なことには 新参者には比較的軽い勤めを与えられたが非常に立派な修行を積んだ層には比較的うるさい下線な仕事が課せられたこういう勤めが全修行の一部を成したものであっていかなる些細な行動も絶対完全に行わなければならないのであったこういう風にして庭の草をむしりながらでもかぶらを切りながらでも またはお茶を汲みながらでも、いくつもいくつも重要な論議が、次から次へと行われた。茶道一切の理想は、人生のさじの中にでも偉大を考える。というこの禅の考えから出たものである。道教は、心理的理想の基礎を与え、禅は、これを、実際的なものとした。